はい、皆さんこんにちは、アイテムイングリッシュのゆうたとタイラです。はい、今日の企画は教科書英語をネイティブはどうやってカジュアルに日常で使っているのかを検証したいと思います。おーおー、はい、じゃあ早速なんですけど、はい、いきますね。じゃあまず一つ目、 My name is。 My name is、 はい、これはどうですか？My name is とあんま言わないんですね。やっぱりなんかどっちかというと、うんうん、自分だったら Hi, I'm Tyler とかニックネームとかの話になってきますと、うん、I'm Tyler, but、うん、I go by。 I go by、はい、とか どういう意味？ I go by、 これで行きますよっていう意味になるんですよ、日本語で。うーん、私は〇〇ですけど〇〇で行きますよ。 I'm Tyler, butI go by Jonathan。 あ、じゃあジョナサンと呼んでくれみたいな感じ。はい、あ、じゃあ日本で Please call me みたいな感じだ。そうなんですよ、ね、うん、どっちかというと I go by の方がまあ主流って感じもしますし、実際言える方がかっこいいかなって。確かにね、ネイティブから。あ、そういうの欲しい。あ、そういうの、そういうの欲しい。やっぱりちょっとかっこいい英語を喋りたい、はい、実際その My name is と I'm っていうのはなんかその違いがあるの？その受け取り方というか日本語で言うとどんな感じなの？そうです。 My name is を使った方がちょっと堅苦しい感じで。ああ、なるほどね。なんか緊張してるように見えますし、うんうんうん、あとちょっと結構フォーマルな雰囲気も出ちゃうんですよ。うん、例えば仕事面接とかで、うん、あ、Nice to meet you, my name is みたいな感じで使うんですけど、うんうんうん、あんまり日常では。あ、なるほど。じゃあ友達同士とかであんま使わない感じか。はい、なるほど。最初対面の友達にも、うん、Nice to meet you, I'm Tyler みたいな。あ、でも全然いいって感じ、はい、ただ上司とかじゃあ仕事とかだと My name is とかの方がいいって感じ。そうです。なるほど。じゃあ次は、はい、Where did you go? Where did you go? Whoa、 なんか結構早くネイティブの人って言うかなと思ってて。あ、 Where did you go? Where did you go? みたいな。そうですね、なんかネイティブの人は、うん、なんかある決まった言葉でしたら、うん、めっちゃもう早く言いすぎて、うん、もう自然と略されちゃうんですよ。例えば Where'd you go? Where did you go?、うん、めっちゃ略して Where'd you? Where'd you? Where'd you go? それだけでいいの？ Where'd you でいいの？はい、もう you で did you なの？もうそうだね、did you。 これは聞き取れないわ。聞き取れない。だって俺らもう What did you って来ると思ってるもん。はい、けどもう you しか言ってないってことでしょ？そうですね。もう Where'd you go? Where'd you go?はい、もう音に慣れてなかったらもう全然だよね。他そういうフレーズってあったりする？なんかこうもう簡略化して言うみたいな。 Where'd you go? What'd you do? Where did you、so、did だったら you、 did you だったら you になるんですよ。 Where'd you go? Where'd you go? What'd you do? でも what are だったら、うん、what are you doing? とか、うん、what you doing? What you、はい、チューとジューなんですよ。チューとジューなの？What you doing? チューとジューなんだね。はい、What you doing? What you do? あー、なるほど。それ言えるだけでちょっとネイティブっぽくなるもんね。多分ネイティブさんに言ったら、あ、ちょっとこいつやるなみたいな。まあ、いけてんじゃんみたいな。あー、いいねいいねいいね。ちょっと思われちゃうかもしれない。あ、なるほどね。いや、ありがたい。え、それの続きで言うと、はい、I'm going to、 I'm gonna って訳したりするじゃん。はい、なんかそれももっと略して言うみたいな表現を聞いたことがあるんだけど、 I'm gonna。 そうですね、なんか最近のちょっと若者英語的な、うん、I'm going to の略の I'm gonna をまたさらに略するんですよ。 I'm a、 I'm a、 はい、もう I-M-M-A の I'm a、 I'm a、 はい、例えばなんか電話とかで、ああ、man、 it's already 12 o'clock、 I'm gonna head to bed とかって言うんですよ。へえー、じゃあもうI'm gonna とも言ってないんだね。はい、もう What you doing と一緒だ。あ、もう本当にそんな感じです。アマ、アマ、アマ。 OK。 次、All right。 All right。 All right。 これってなんか結構ネイティブの人ってなんかまあ国によっても違うと思うんだけど、なんかすごい略してるなっていうのがあって、うん、それってなんか実際どう？そうですね、これも若者英語のちょっと一環になるんですけど、うんうんうん、例えば All right って A-L-R-I-G-H-T じゃないですか、うん、でも最近の人はそれすら略して、うん、A-I-G-H-T って書いて AIT って言うんですよ。 AIT、 はい、え、じゃあもう分かったよ、 AIT って言う、はい、そう、本当にちょっと言ってみて。あ、
例えば Can you hey Tiger, can you wash the dishes? って聞かれたら、うん、Alright みたいななんか Alright を Alright みたいな、あ、じゃあ Alright っていうこのあのテンポで Alright でいいんじゃん、うん、そんな感じです、はい、あ、はい、じゃあもう適当でいける、はい、あ、はい、通じちゃうんですよ、通じる、はい、はい、ちょっと別の単語にもなっちゃうんですけど、うん、自分が使うのが好きなもので、うん、alrighty ってやるんですよ、ね、alrighty、alright の最後にいいってつけるんですよ、alrighty、なんかジムキャリーがたまにコメディ映画とかで使うんですよ、へー、alrighty みたいな、alrighty、はい。え、それどんな感じなのそれって、なんかつけることによってなんかどんな感覚なの、そうですね、つけることによってやっぱりあ明るい雰囲気が出るんですよ、例えば、あーなるほど、Hey can you turn on the TV とかって言われたら、うんうん、あの、あ、alright って言われるのと alright って言われるのと、あ、確かにね、確かにね、そうですね、イメージが違うような、次に行きたいと思います、はい、次は don't worryDon't worry. Don't worry. はい。これも自分よく使うんですよ。Don't worry の、うん、まあちょっと別の言い方、うん、ちょっと変身した形を使うんですけど、うん、Don't worry を No worries。No worries。はい。心配事ないよっていうふうに。ああ、なるほど。うん、え、それ何、どんな違いがあるの？その Don't worry と No worries と。Don't worry でしたら、うん、ちょっと動詞につながってるじゃないですか。うんうん。Worry って動詞ですか、うん。例えば心配しないでください。になるんですけど、No worries だったらその動詞を名詞に変えてるんですよ。うんうんうん、No worries って言って、うんうん、やっぱりなんだろう、そこもちょっと親近感とか湧いちゃうのかなって、なんか自分が言われてちょっとホッとするのは Don't worry より No worries なんですよ。あ、Don't worry だと思ったらここ来るって感じ、もう心配しないでください。そうです。ああ、なるほどね。もしめっちゃ強く言いたいときは、例えば怪我してるときに、うん、え、大丈夫みたいな。うんうん、Don't worry about me, I'm fine! とかって言うんですよ。あ、強いんだね。はい、とか、You don't have to worry about me! その心配すんなよみたいな。そんなあるそういう状況あるいやー、あー、もう心配されたくない時にってことか、はい、気を使われすぎてみたいな。そうですね。あ、なるほどね。No worries とか。No worries。やっぱり、ちょっと、まあ、ホッとするっていうか、温かいっていうか。なるほどね。自分が言われて嬉しいなって。あ、じゃあ、例えばその仕事とかで、はい、じゃあ、上司とかの人がこれできてるとか、先輩とかがこれこういう感じでできてるみたいな聞かれた時に、あ、No worries でもいい。ああ、そこがちょっとややこしいんですよ。なんかアメリカとか、まあ自分アメリカしか分かんないんですけど、アメリカってすごい仕事場、うん、職場が緩いんですよ。うんうん、うん、それ言うよね。はい、なんか日本の、うん、あの上、あの上下関係ってすごいきつくないんじゃないですか。うん、きつにね、うん、もうこなんか乾杯するときは下にやれみたいな、ガラスを後輩が注げみたいな、あるんですけど、アメリカってそういうのあんまないんですよ。だから自分のお父さんの仕事とか見てたら、うん、あの人も全然ちょっと上のボスとかに対しても全然硬くならないんですよ。だからちょっと No worries っていうのはちょっと使えないことはないんですよ。多少の上下関係でしたら、会社の社長とかでしたら、あ、No worries at all とか、あ、後ろにアットオールつけるだけで全然変わる。そうなんですよ。アローってつけるだけでちょっと敬語っぽさっていうか尊敬が出てるんですよ。もう全然、全然大丈夫ですよみたいな。へえ、あ、そうなんだね。はい。ちなみに No worries at all の別の言い方になりますと、うん、There's nothing to worry about もあるんですよ。あ、それはなんかどこに位置してる？これもやっぱりお偉いさんかな。ああ、なるほどね。お偉いさんとか、例えば道端で倒って倒れました、うん、でちょっと見知らぬ人に、うん、え、大丈夫ですかって聞かれて、あ、Thank you, but there's nothing to worry about。 ああ、なるほど、はい、ああ、もう全然大丈夫です、はい、みたいな感じか。スタッフさんがお客さんに対して使うような感じで。なるほど、なるほど。面白いわ。面白いですね。もう英語、うん、ってすごい奥深いんですよ。しかもこういうの絶対に習わないじゃん、教科書だと。はい、やっぱ作りたいよね、そういうのね。そうそう、うん、これそう、Unique Native Expressions Volume 1 それやりたいよね。ちょっとどこかの出版ちょっとお願いします。いいね